はい、皆さんこんにちは。投資でストレスフリーライブ、よっちゃんです。今日は4月19日、今16時36分、音声収録、YouTube 録画しております。ということで今日は仮想通貨のね、マーケットレポート、午後のね、マーケットレポートをしていこうかなと思います。午前中のレポート1個ですね、午後に12時ぐらい、1時ぐらいですかね、上げてあります。そちらもよかったら見ていただきながら、昨日のね、大暴落の翌日ですから、今日は大事な一日になっていると思います。またちょっと今日午後もね、今レポートしてますので、そちらはちょっと夕方頃に上げる予定です。まあ、その辺も見ていただけたらと思いますし、まあ午前中もぜひ見ていただけたらと思います。ということで今日の仮想通貨市場はね、昨日と打って変わって、まあ上昇してきています。本当に良かったなっていうところで、まあほっと胸を撫で下ろしている方もいらっしゃるとは思います。ちょっとまあ事実として見ていただければと思うんです。まあ結構プラスのものがね、まあ、プラス幅はちっちゃいかもしれませんけども、実際緑の色がね、見て取れると思います。で、下の方の仮想通貨、こちらになってきますけど、こちらもね、大体プラスのもの。まあ、マイナスのものもね、一部、今 IOST、エンジンコインってなってますけど、まあ、ほぼ上がってるなっていう印象ですね。というところで、まあ、特にクアンタム見てください。33% 上昇。昨日の下げを取り戻したのかっていう感じですね。で、ビットコインキャッシュもしっかりですね。6%、まあ 7% ぐらいの上昇ですね。こんな感じで上がってます。ですので、まあ、総じてね、昨日の下げを取り戻したものも出てきたし、それを上回るようなものも出てきてますので、まあ、かなりね、良かったんじゃないかなと思います。ただ、楽観ムードは危険だなと、ちょっと思うところもありますので、まあ、くれぐれもね、熱くならずに冷静に立ち回った方がよろしいかと思われます。個別見ていきましょうか。じゃあ、クアンタムですね。先ほど出ました。クアンタム。すごいですね。こちらね。見事な上昇です。まあ、出遅れ感は確かにビットコインキャッシュ、クアンタムはありましたので、今そのね、遅いところですね。まだまだ上がってきてなかったところにちょっと資金がね、こう移り変わって、狙われているというか、買われているような状況かなっていう気はします。こちらのイーサリアムクラシックもね、かなり上昇強くて、ただちょっと上髭と言ってね、この辺ですね。こういうピョンピョンって、ちょっとありまして、こう下がってきてますので、ちょっとこの辺やっぱりね、天井のサインなのかっていうふうにも見えないことはないですね。まあ、年間チャートだとこんな感じなんで、ちょっともう下がってきてるよりも見えないことはないですね。はい、ということであります。まあ、上がってほしいですね、イーサリアムクラシックも。続きまして、久しぶりにちょっとリスク見ていきたいと思います。リスクは今日は、まあ、ほぼ変わらずですね、630円ぐらいですか。日足チャートではこんな感じです。まあ、ここはトップだとすると、ちょっと下が、この辺ですね、今。こうならなきゃいいなって感じはしますね。こうなっていくみたいな。ここからこう行けばいいですけどね。ちょっと気になるチャート形状かなと思います。続きまして、イーサリアムもちょっと似てますね。ちょっと危険も伴いながらという感じ。ここがトップで、ちょっとこう下に来てしまっているので、こういう感じ。うん、ここから少し、一旦ちょっとだけ上がって、ヒュッと、こういう感じっていうのが、ありそうですけど、まあ、ただちょっと下髭も長いかなっていう気もするので、少しまた上に戻ってくる可能性もあるようには思います。はい、こんな感じですね。では、リップル見ていきましょう。リップルは、そうですね、まあ、イーサとほとんど似てますね。下髭長くて、下にちょっと陽線が出てきてますので、まあ、イーサとほぼ似てます。じゃあ、ちょっと IOST 見ていきましょう。IOST はちょっとこんな感じ。また少しね、形がね、違いますよね。まあ、ほぼでもまあ、お伝えしたものと似てるって言えば似てるかもしれませんね。まあ、お店号も似てますかね。こんな感じです。はい。なんかお店号はちょっと狙ってもいいかなって気は、個人的にはしてますけどね。はい。ライトコインはこんな感じです。まあ、ほぼみんな似てますね。こう見るとね。違うところを探す方がっていう感じもしないでもないですけど。
M はちょっと違いますね。まあ、もともとこう上がっていて、今調整してて、今横にこう少しずつ、少しずつですけど上がってきてるようにも見えるので、ね、まあちょっとまた別で楽しみなというかね、ちょっと横に動いてるだけなんで物足りないとも見れるんですけど、まあ違うっていうのは違うかもしれないですね、他のと。モナコインも結構今日はぶり返しというか、切り返してきますね。16% 上昇、398円。結構強いですね、モナコインもね。しっかりしてると思います。あと、ステラ最後にご紹介してという感じです。ステラもまあ、リップルと似てますかね。ちょっと待ってくださいね。そうですね。ステラも幅が違うだけで、ほぼリップルと、まあ、もともとね、こう、同じような動きするんですけども。ちょっと後でリップルのチャート見ていただけるとわかる。まあ、幅の違いだけで、形は似てますね。はい、こんな感じです。ということで、まあ今日はね、そうは言っても、まあ本当は贅沢なことは言えずに、まあ下がってないところも多いですし、まああとは逆にね、クアンタムみたいにこう上がったものも出てきたっていうのは、これはいいですね。他はもう全体が下がってましたから、昨日ね。それから比べればもう上がってないとはいえ、まあ他のが上がっていることも考えますと、今日は概ねね、ほっと胸をなぜ下ろせた日なのかなというところ。まあ一つ良かったんじゃないかなと、まあ思いたいですけどもね。まあただね、本当にちょっと先安感っていうのも出てきてますので、まあくれぐれも熱くならずに、まあ本当に全額買いとかではなくて、まあ買うにしても少しずつ買っていくとか、まあ下がったところを待って買うとか、ちょっとこの辺の対処方法っていうのは一つ頭に入れておくべきなのかなと思います。まあただそのことを言ってると、こう逆にね、買いが慎重になりすぎてて、下がってくるってこともあり得ますので、まあその辺のタイミングが皆様がこれから買うユーザーの方たちがどう出るか、あとは持っている方はどう売っていくか、まあ売らないのか、この辺の心理性みたいなところもあると思いますので、この辺はね、まあ株式でも仮想通貨でも、まあいろんな金融商品でもあることですから、この辺温かく見守っていきながらですね、まあ自分がどういう行動をしたら一番ベストなのか、この辺をもう一回ね、深く、見直し、あとチェックですね、こちらしていきたいなと思います。ということで今日4月19日、今16時43分、現在の仮想通貨マーケットレポートさせていただきました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ご清聴いただきまして、本当にありがとうございました。